レーファージャマール・アルストーンは、スキップ・トゥー・マイ・ルーのニックネームで知られる、ニューヨークシュクイーンズ区出身の元バスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。フレーズの州立大学出身。2017年より、ミネソタ・ティンバー・ウルブーズのスカウトを務めている。身長188センチメートル、体重79.4キログラム。日本では、ラファー、オルストンとも表記。 故障される。クイーンズで育った彼は高校生の頃からストリートバスケの本場であるニューヨークのプレーグラウンドで活躍していた。実力や人気のあるストリートボール選手はニックネームで呼ばれることが多いが彼のニックネームもストリートコートで見せる彼の驚異的なドリブル技術がまるでスキップするかのような変則的リズムで繰り出されるものであったことから アメリカの有名な同様の名をもじって名付けられたものである。ニューヨークの超人気ストリートボーラーとなった彼がスキップトゥーマイルーとして世界に知られることとなったきっかけはアンドミックステープ1であった。これはスキップの家族が彼のプレーをホームビデオに録画しバスケットボール専門アパレルメーカーのアンドに送った映像が元になっている。 アンドイチがその映像にヒップホップの楽曲を載せて編集したところ、これが爆発的な人気を集めたのである。このアンドイチミックステープは現在の世界的なストリートバスケットボール人気の起爆剤となったものである。実はストリートで活躍した後に NBA 選手となったものは多いのだが、そのほとんどの選手は高校や大学のリーグでもプレーし、そこで実績を上げて、 NBA 入りを果たしている。そのような、いわゆるエリート選手とは異なり、レイファー・アルストンはストリートで名声を得て、それを足がかりとして大学に進学し、NBA 入りを果たした選手である。そのため、彼は、ストリート出身の NBA 選手として、人気を集めているのである。1998年、ミルウォーキーバックスからドラフトに順目で指名を受ける。 1998から99シーズンは CBA でプレイ1999年9月22日バックスと契約2001年7月30日バックスと再契約2002年9月6日ゴールデンステートウォリアーズとトレーニングキャンプに関する契約するも10月23日に解雇された2003年1月7日 トロントラプターズと10日間契約を結び、1月18日、ラプターズと残りシーズンの契約。2003年9月4日、マイアミヒートと契約。2004年7月14日、トロントラプターズと契約。2005年、ヒューストンドケッツへ移籍。2009年2月19日、ジャミー・アネルソンの負傷のポイントガードの補充を兼ねた。 メンフィスグリーズリーズも絡んだ三角トレードで、オーランドマジックへ移籍。同年の NBA ファイナルに出場するも、ロサンゼルスレーカーズに1勝4敗で敗退した。2009年7月25日、ビンスカーター絡みの大型トレードで、ニュージャージーネッツへ移籍するも、2010年1月5日、ネッツを解雇。1月7日、ヒートと契約するも、シーズン終盤に解雇。以降は、 D リーグなどでプレーし、2012年に引退した。2017年10月28日、ミネソタティンバーウルブーズのスカウトに就任したことが発表された。NBA.com レイファー・アルストン。ありがとうございます。